こんにちは、山際です。今回も動画をご覧いただきどうもありがとうございます。今回ですね、このエジプトのルクソールという町からスーダンの国境沿いの町、アスワンというところまでですね、電車を使って行きたいと思っております。今ここルクソールの駅なんですけども、まあ、実際駅の中とか、切符のなんか買い方とかですね、ちょっといろいろ様子をご紹介できたらなと思います。まあ、結構な感じなんで結構なかなかヘビーな感じになりますので、まあ、ちょっと動画でご紹介してみたいなと思った次第でございます。ということで実際に駅構内に入ってですね、これからチケットを買って実際に電車に乗っていきたいと思います。はい、まずここですね、荷物検査があります。結構エジプトどこ行っても荷物検査が厳しいですね。やっぱテロの影響なんでしょうかね。はい、早速入っていきます。はい、ご覧の通り何を書いてるか全く分かりませんでございます。まあなんとか分からないなりに購入していきます。結局ですね、チケットを買わずに駅のホームに来ました。なんかチケットは電車に乗ってから買えっていう風に言われたので、はい、とりあえず来てみたんですけども、果たしてこれは本当に合っている方法なのかどうか分かりません。もしかしたら外国人にチケットを売ってくれないのかもしれませんし、何なんでしょうね、よく分かってないです。まあ、とりあえずでも明日まできちんと行けたらいいなということで今電車を待ってます。すげえ電車。はい、もう見た目ボロボロですね。はい、乗ろうと予定していた電車の時間帯にもちろん電車来ません。でですね、予定よりも1時間半遅れてどうやら来るようです。待ちです。ハエがたくさん多くてちょっとしんどいです。来ました、来ました、来ましたよ。列車がめっちゃ長い。乗るぞい。はい、電車の中にやってきました。サンカーメンのプリントですね、貼られてたりします。これ車内の様子です。なかなかですよ、なかなか。まあな感じじゃないですか。まあ、ただね、やっぱシートとかかなり汚いですけど、これでだいたい金額にして、500円ぐらいです。4、5時間乗って500円なんで、まあまあ、そう考えると安いですよね。駅員さんが回ってきました。チケットを今買っております。値段はおいくらでしょうか。119です。119ってことはちょっと割高ですね。そうね、なんか宿で見た金額とはちょっと違って高くなっております。チケットもエジプトポンドで119日本円にして727円、727÷2、1人363円です。 4,5 時間この列車に乗って行きます。駅員さんには全く見えませんけども。そう、はい、これがチケット。見せて。これがチケットです。読めねー。マジで読めないし、こんなのでいいんだね。なんかお釣りが多く返ってきたよ。いくら返ってきたの。119で120出したら6返ってきた。もうよくわかんない。これがエジプトです。とりあえずだいぶスピードが遅くノロノロと運行しております。まあそれは時間かかりますよねって話ですね。で、まあずっとこんな景色です。変わらぬ景色。何作ってるんでしょうかね。なんか農業をやってるみたいで、何を作ってるのか分かりませんけども、まあ、畑やら田んぼみたいなのもあったりします。はい、電車の隣の席の人たちと仲良くなってなんかいろいろやってますね。巻いてもらった。巻いてもらった。イスラミックで。顔が、私顔でかいね。これトイレこんな感じっすよ。もう汚くて臭いっすよ。うわ、ダメ。ということで目的地のアスワンに着いたので電車降ります。よいしょ。熱っ熱っ。もう多分35度ぐらいになってるんじゃないですかね。めっちゃ暑い。上着きました。アスワンです。OK、
駅のホームに、まあ、キオスクみたいな感じでちょっとお菓子売ってたり、なんだこれ、スープ、コーヒーか、コーヒー売ってたりもします。いや列車がとにかくね、車両の数が半端ない、多分20、30ぐらいあるんじゃないですかね。めちゃくちゃたくさんあります。まあ、ということで、はい、エジプトの電車に乗ってみたという動画でした。それでは。